PEGI 18. バイオハザードファンの皆さんこんにちは、カプコンの、プロデューサーをさせてもらってます平林芳明と申します。一番最近のタイトルで、言えば、バイオハザード HD リマスターの方を、担当させてもらってましたけれども、カプコンに入ってずっと、バイオハザードのゲームキューブ版のリメイクから始まって、いくつものバイオハザードシリーズに携わらせてもらっております。はい、カプコンのディレクター南穂と申します。バイオハザードタイトルこれまで関わったのが、バイオハザード1と2がプログラマーとして関わって、それから、5でディレクターやりまして、それからリベレーションズに入って、リベレーションズ2でまた再びディレクターの方をやらせていただきました。思い出、思い出といえばもう僕はもうこだわりの人っていうイメージしかないですけどね。あ、僕の思い出ですか。そうですよ、はい、一緒にやった時にやっぱイベントあのカットシーンがねすごいこだわってゲームの方を作ってたじゃないですか。そうですね、そこは、はい、こだわってた部分がすごい出たじゃないですか。確かに時のプロデューサーがかなりクオリティに対しての目標が高い人だったんで、今回初めて海外でチーム作ってやってみないかっていうことを、言ってもらって、でいろいろ用意してくれてるのかなと思ったら全然用意もされてなく、チーム作りから全部やることになって、全然ない感じですね。そうですよね。そういうアンポさんだって5でね初めてコーププレイっていう形の、そうですね、初の試みね。結構大変でしたねコーププレイね。どうそれも、バイオでオンラインでやったことなかったんで、はい、そうですね、前例もそれもない中でどういう形を落とし込もうかなっていうので、結構いろいろ試行錯誤やってたんでね。またねこうアウトブレイクっていうところも一個、バイオのオンラインってありますけど、一緒にプレイっていう意味のオンラインは初めてですね。コーププレイという形はもう初めてだったんで、ホラーでコープっていうところで結構やっぱ苦労があって、普通にホラーやるとやっぱ楽しさが優先しちゃうんで、ホラーゲームのその怖いっていうところと2人で一緒にやるっていうところをうまくでつなげれないかなっていうので、そのお化け屋敷に2人で入るちょっと感覚みたいな、ドキドキ、そういう怖いから一緒に入ろうよみたいなところをうまくでき、出したいなと。そうですね、なんかチームとかもね、あの当時コーププレイなり、ネットワークの他の、ゲームなりずっと深夜やってましたもんね。そうですね、勉強でいろいろみんなでじゃあコープやろうよって、やっぱ楽しさがね、そうそこをね、ユーザーの気持ちになれるのがやっぱ大事だと思うんで。そうですね、そこは、はい、5で一緒になりましたけど、アンポさんってどのバイオから始まってるんでしたっけ。僕はあの一番最初はあのバイオハザード1から関わってるんですけど、ちょうどその入社したタイミングでバイオハザード1が立ち上げだったんで、そこにチームに入って、そこから2年間でバイオハザード1を作ったんですけど、あれむちゃくちゃ若いチームだったんですよね当時。もう当時新人ばっかりがこう投入されてて、なかなかメンバーが揃わない中でこう作ってったんで、苦労もいろいろあったんですけど、すごい楽しかったですね。結構そのね、ディレクターの人がこういろいろディレクションをして方針を固めたとは言いつつも、揃ってるメンバーがこう若々しい感じだったら、なんさじ加減がわからないんで、こう結構やっぱ作り込みすぎちゃったみたいなところがあって、当時からもやっぱりみんながもっとこれやったらできるんじゃないのみたいなクオリティもどんどん引き上げていって、でその結果がその1のやっぱ当時のプレイステーション1としてはもうここまでやるかみたいなクオリティにつながってたと思うんですよね。あのリマスターの方も作ってたじゃないですか。そうなんですよね。あれはうちらもうオリジナル作ったメンバーから見てもすげえなってやっぱ思いましたよ。この会社入って僕初めてだったんですよね。どのタイトルに行くのかっていうところで、このバイオハザードの原作をこうリメイクしようっていうチームが、新人の時に配属された初めてのチームで、12年ちょっと経ってですよ、その時の新人の自分が携わってたタイトルの、まさか HD のまたプロデューサーとして担当することになるとは、だもうむちゃくちゃあの時の先輩たちもこだわってたんで、元のクオリティがやっぱ高いじゃないですか。いやそうなんですよ、もう本当にね、もう今見てもやっぱり HD リマスターの時にいろいろこうね、パーツを分解しながら、どういうふうにプログラム作ってたのかなとか、どういうふうにゲームのキャラクターだったり素材だったりっていうのをやってるのかなっていうのを、調べれば調べるほど
当時どれだけこう先輩たちがこだわって作ってたかっていうのがもう分かって、襟がこうピッとこう立つような気持ちにはなりましたからね。でちゃんとアレンジもゲームに加えられてるじゃないですか、当時その元のリメイクを作った時。そうですね、操作性とかね、それがねあったからこそ今出しても全然色あせてないというか、で通用するクオリティじゃないですか。本当にやっぱ変えたらまずい部分ってどこなのっていうのは、あの最初に作った時に携わってたのは本当にいい経験になったなと思ってて、やっぱドア一つ取ってもゲームのテンポとかっていうもので言えばスキップさせてしまうとテンポ自体をユーザーさんがどん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 早くテンポを作れちゃうんで、これってもともとみんなが楽しんでたテンポだったのかなっていうところでチーム全体こうケンケンガクガクして、最終的には触らないってことにしたんですけど、逆にこう操作性とかっていうところになると昔でいうタンク操作、ラジコン操作って呼ばれてるものは絶対にやっぱ残すべきだよねって言いながらも新しいもの見るよねみたいな、ここのバランスはすごく気を使いましたよね。ね、ユーザーさんも変わっていってますからね、やっぱ時代に合わせてそれはゲームの中にも、ね、合わせていかないと。まあね、HD リマスターは本当に皆さんに喜んでもらって、まあ、ありがたかったんですけど、アンポさんでもその後って何されてたんでしたっけ。まあ、1を作った後は、バイオハザード2の方に引き続いてもプロジェクト入ったんですけど、2もやってたんですもんね。そうです。まあ、ただ2の間にもちょっといろいろあったんですけどね、はい、噂の 1.5 って呼ばれてる、まあ、2を作っていく段階で途中でボツってしまってもなくなった、はい、幻のバージョンって幻の、ね、そこを、はい、知ってる人は知ってるっていう、ある意味幻じゃないんですけどね。まあそうですね、もう世にも出てますかね一応映像とかもほとんどあれ出来上がってたんでしょ。そうです、一通り作ってステージとかも作ってたのをもうクオリティが足りないっていうところでもう一回全部捨ててもう一回作り直した時のプロデューサーが、はい。まあ、おかげさまで2は、ね、好評を得て、あ、そうそう、すごいユーザー多くの方に評価されてるんで。だから僕も最初にそのユーザーの一人でしたよ、大学入った時に。あ、ただ今見るとやっぱりちょっともっとこうしたらよかったのになみたいなのが結構やっぱ見えてくるんで、言っても ね15年以上前のゲームなんで、ね、気になるとこありますよね。ありますか。じゃ ありますよ、はい、その思いの丈を、あら、この今やってる、僕らが一緒にやってるバイオハザード2の、リメイクプロジェクトというところでぜひぜひ存分に、ね、再度またチャレンジできるんですね。そういうことですね。 ありがたいですね。この嘘くさいこの2人のこの関係がで去年8月に、バイオハザード2リメイクというところで、新しくプロジェクトを、立ち上げることが、まあ、できたんですけれども、まあ、ここに隣にいる一緒にアンポさんと再び、まあ、バイオハザード5以来組ましてもらって、まあ、3人目のディレクターという、まあ、僕ら3人チームでやってるんでまた今後紹介したいなと思ってる方もいるんですけれども、はい、やることになって、なんかこう意気込み的なものせっかくなので、まあ、ある意味2プロジェクトでしたよ、新しい人の紹介になる、はい、まあそうです ねやっぱ当時、はい、作ってたメンバーとしてはやっぱ思い入れももちろんありますんで、はいはい、そこをうまく取り入れつつ、なんですかね、やっぱその1リメイクがやっぱすごいよくできてたんで、もうそこに追いつけ追い越せでできるだけ、はい、今の時代にマッチする2を作りたいですね。はい、ただただねビジュアルが良くなるっていうだけじゃないところで皆さんにどう楽しんでいただけるのかなというところで、僕ら、プロジェクトチームの A 頑張っておりますというところで、また楽しみに待っていただけたらと思います。はい、はい、それではファンの皆さんに、バイオハザード20周年ということでもうこれまでも多くの方に支えていただいてるんですけども、まあ、これからも引き続き皆さんに楽しんでもらえるように、いろいろ作っていきたいと思いますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。20周年ということでもう20歳の誕生日になっている、まあ、本当に大きいフランチャイズですし、まあ、こういうところまで息づいたのはファンの皆さんのおかげだと本当に心から思っております。また次の周年、その次の周年も皆さんと一緒に、いわゆるような形で僕らも、ホラーをしっかり、描いていく、フランチャイズを頑張って作っていきたいと思いますので、引き続き今後とも、よろしくお願いいたします。